ないようにね。またお会いしましたね。お元気でしたか？あなた浮かない顔をしていますが、どうかしたのですか？どうやら真面目な話のようですね。わかりました。聞かせてください。今の話は本当ですか？悪い冗談ではありませんよね？うちらも冗談であってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。このような重大な決断をこのような短い時間で。冷静に、ペラ、冷静に考えるの。考えました。私に決定権があるとしたら、カンパニーが出した条件に同意すると思います。そっか、ペラはどうしてそう思ったの？いくつかの観測結果を見たのです。現在の寒波の減退速度から考えると、街を覆う風雪が完全に収まるまで少なくとも 3,4 世代はかかるでしょう。しかし、これは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって、一体どれほどの得があるのでしょうか？そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも、身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。わかった、ペラの意見を記録するね。開拓者たちじゃないか。久しぶりだな。またベロブルグに戻ってきたのか。あいにくだが、最近は城内の治安が悪化している。突然現れた黒服の連中が暴れ回っていて、シルバーメインも手が出せないんだ。ん？なんだ？俺の意見が必要なこと？それが奴らの正体だったのか。信じられん。なんと恐ろしい真実だ。大守護者様はかつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。あの方のためにできることはないのか。こんな、うちらは今ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない。あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ。絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろう。あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところで、それが破られないと誰が保証できる。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。一秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。ダン、さすが軍人の気構えがある。わかった、あんたの意見を記録するね。久々の余暇だし散策しましょう。あんたまで、どうしたの、こんな急に。うん？ずいぶん堅苦しい口ぶりだね。あんたらしくないね。重要なことって言ってみな。
一体どういう、いや情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。時間がないの、セーバル。何か思うことがあれば素直に言って。分かった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインするかな。え、セーバルの性格じゃ絶対同意しないと思ってたのに。そんなに意外？でも私の理由は至ってシンプルだよ。その契約書にサインすれば、これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に下層部の人たちにとってはそれだけで十分意味がある。カンパニーのために働く点については、まあ人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって、性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かにほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。なるほど、セーバルはそう思ってるんだ。分かった、セーバルの意見を記録するね。上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやゼーレたちの意見が気になる。